佐渡ヶ島における平成の大合併の地図。金井町はかつて新潟県佐渡郡に置かれていた町。沢田町への通勤率は12.3%、両津市への通勤率は11.3%。佐渡地方の中央にあって海に接しておらず農業が盛んであった。2004年3月1日に合併して佐渡市の一部になった。 佐渡島の内陸にあり、離島としては珍しく海岸線のない町だった。町の南半は、佐渡の中央部、国中平野の一部を成した。平野の中央を流れる国府川が、町の南東の境とほぼと重なった。町の中央国府川の支流、新某川が北から南に流れた。平野部は、水田で、人家は山荘を縁取るように平地の北側に集中した。 北半は大佐土山地の一部にあたった。北西に島の最高点の紀雲北山があった。1954年の金沢村と吉井村の一部の合併の際に、金沢の金と吉井の伊と村名の一字ずつを取り新しい村名とした。この名前が調整以降の際そのまま引き継がれた。戦後、農業人口が総人口に占める割合は減ってきたが、 21世紀、初めになっても半数近くが農家であった。水筒の生産が主で、他に大豆、蕎麦、柿、肉牛を作った。なし佐渡総合病院が立地しており、島内全域から通院客が訪れた。町の東部を南北に国道350号が走り、平野部は良好な道路網を持った。西部の山からは大佐渡スカイラインが旧愛川町に通じた。 ありがとうございます。